奥方様、もう少しにござりまするぞ。奥方様、お気を確かに、もう少しにござりまする。大吾様か。この地獄堂へ入られたということは、神仏を捨てこの鬼神たちにもはやお止めすることはできますまいが、もう一度だけ言うておきましょう。大吾様、御仏の道を外れるは下道、下道にあるは人にあらず。踏み出せばこの先あなた様を待っているのはただ地獄。商人殿、地獄とはこの世のことよ。そなたらが日がない一日拝んでいた御仏の道などどこにもありはせぬ。ではどうあっても、知れたこと。ありがたき、これで救われまする。仰せの通り、今の世は地獄。日々祈りは虚しゅうなり、いずれ我がうちに御仏への疑いが生まれるやもと、その前に死ぬるは何より。大吾様、鬼神に近づいてはなりませぬ。生きながら下道に落ちては。もう落ちておる。十二の鬼神に言う。我が名は大吾景光、加賀の国守護職富樫正親様の配下にしてこの石川領領主である。度重なる飢饉と流行り病によって我が領土も民も死を待つばかりに痩せ衰えた。このままでは生涯の望み、我が名を天下に轟かせることなど夢のまた夢なり。だが神仏にすがろうとは思わぬ。これから申すこともそなたらへの祈りではない、取引である。もし我が領土を守護し我に天下を握らせるならば、それより他に我が手に入るものをやろう。よいか、何でもだ。そなたたちの好きなものを取るがいい。返答やいかに。いかがした？殿。生まれたのか？それが。なんだ、はっきりいたせ。殿、生まれました。男の子にございます。
お方様。四つにか、出かけたぞ、奥。殿、お待ちを。何事が起こったのか。死んではおりませぬが、手足どころか目も鼻も皮膚もなくなってしまいました。手に入るものをやろう。何でもだ。そなたたちの好きなものを取るがいい。殿、私は儚く愛おしいと思いました。どのような姿であろうとも、間違いなく殿と私の子にございます。かなったぞ。これで我が望みはかなった。殿、鬼神が取引に落ちたのだ。案ずることはない。よくぞ産んでくれた。どうするのです、その子を。どこへ。待って。忘れよ。あれは初めからいなかったのだ。いいえ、いいえ、奥方様、まだ起き上がってはなりませぬ。殿、おじいよ、あの子。奥、あれではどうせ長くは生きられぬ。ならばなおのこと、我が胸で。いい加減にいたせ。赤子はまた生まれよ。いや、産んでもらわなくてはならん。天下の世継ぎとなろうからな。先ほど雷が落ちた時に弾け飛んで、サンバが何かの身代わりではないかと。身代わり。醍醐の巻。何の因果か知らぬが、これでは生きてる方が地獄だろうって。さあ、あの世で仏様に拾っておもらい。なんだろうかね、こんなことは慣れっこのはずだが。お前、生きたいのか。お前さんの運次第だ。におうね。こりゃ悪さの匂いだ。腰でもない。何やら因果な匂いだね。加賀国境にある醍醐景光の領地が、度重なる飢饉を乗り越え繁栄の一途をたどり始めたこの日、鳴き声さえ上げられぬ小さな命の塊が人知れず消えていったことを、領民の誰一人知る者はなかった。この頃、戦は常にどこかで起こり、人の命は石ころのように転がっていた。
車輪法脈前南四前四ん もしお前様、お前様が近頃仏に失った手足をつけて弔っているというお医者か、樹海とか申される。まことにご奇特な。いや、ただ試作したものを捨てるよりはと思っただけのこと。それでも仏は喜びましょう。文殊阿弥陀仏修行よ、脈打ち脈打ち。さあとっくり見てってくれ。どれもこれも都の牧場品だよ。ほら、この着物は貴族のお姫様が着ていた本物の絹。お姉さん触ってみなって。おっと、この壺はなんとあのヤマタノオロチの坂亀だ。他じゃ手に入らない掘り出し物ばかり。安くしとくよ。買ってくれたらこの干し魚もおまけでつけちゃう。さあ早いもん勝ちだ。キュ見つけたぜドロロ。こいつは俺たちが運んでいたもんだな。どこにそんな証拠があんだよ。やかましい。腹減って死にそうだって言うから荷物番に雇ってやるや。これだ。聞けばあちこちで似たようなことやらかしてるそうじゃねえか。大した玉だぞ。見つけたら懲らしめてくれって頼まれちまった。はこのご時世、子供だからって油断する方が間抜けなんだ。勉強になったら。ああ、だからもう手加減はしねえ。大人と同じ仕置きを受けてもらうぜ。待てこのガキ。お前らみたいな薄野郎に捕まるかよ。立ち上がれ。すいませんね。ほらぼーっとしてないでちゃんとお礼言いな。母ちゃん今日お祭り。何言ってんの、こないだ終わったばっかだろ。だってあの兄ちゃんお面つけてた。ああ、くそ、どこ行きやがった。あっ、なんだ。うわっ、くそ、うわっ、和だ。そいつで面洗って出直してきな。もう勘弁ならねえ。はあ、面白かったけど、あの荷物は残念だったな。上物だったのに。また次の間抜けを狙うか。なんだお前、おっかちゃんとはぐれたのか。腹減ってんのか。しょうがねえな。いや、ダメだ。お前はこれから一人で生きてかなきゃなんねえんだ。甘やかしちゃお前のためになんねえ。人に頼らず自分で取ってくるんだ。ダメダメ、お前のために言ってんだからな。あ、もう逃がさねえぜドロロ。おい、そいつを離せ、離せよ。こいつはお前のか。だったらお前の代わりに痛い目見てもらおうか。やめろ。じゃあおとなしくしな。これで懲りたろ。二度と悪さすんじゃねえぞ。このガキ、当たったねえのか。もういい。おい、さっさとこの町から出ていけよ。いいな。やだ。オイラは誰の指図も受けねえ。どこにいようとオイラの勝手だ。そんなに死にてえか。望み通りにしてやる。おい、
そこのむしろ持ってこい。砂切りしてやる。はいよ。おい、何やってんだ。早くしろ。親方、なんか気味悪いやつが。なんだ。あの顔、人形みてえだ。目ん玉のだよ。どこ見てんだか。確かに気味悪い。おい兄ちゃん、なんか文句あんのか。俺たちがガキいじめてると思ったら大間違いだぜ。いじめられたのはこっちだ。おい、聞こえてんのか。ま、やんのか兄ちゃん。違う、あいつが見てんの多分俺たちじゃねえよ。あ、あの目。俺たち通り越して後ろ。なんだよ、後ろなんか誰もいねえよ。なんで、ゴミが流れてきただけじゃねえか。なんだ。食われちまった。なあ、あんたのその顔、目も耳も作り物だよな。なんで周りがわかんだ。でもその耳じゃ聞こえないんだろうけどさ。ダメだ、おいら目を閉じたら怖くて一歩も歩けねえ。なのに兄ちゃんは杖もなしに走ったり飛んだり。一体どうなってんだよ。え、なんだよ、どうしたんだよ。怪我したのか。押し止めてまいりました。精がつきますぞ。この多宝丸が調理いたしまする。それは楽しみな。あの日もこんな雨だった。坊や、
百鬼丸。顔が、なんだ、どうなってんだよ。あんた、なんなんだ。人間なのかよ。この時代、旅とは文字通り命がけであった。遭難、追い剥ぎだけでなく、怪我や病気も即命取りとなる。旅の途中で消息を絶つことは決して珍しくなかったのである。やろうか、やろうか。おや、こいつは。バンダイの巻。やっぱ見えてる。どう考えても見えてるってな。見えてんだろ。出なきゃバケモンとあんな風に戦えるわけねえって。すげえ強かったもんな。その腕ただで転がしておいちゃもったいねえ。なんかこう、おいおいってば。いつもああやってバケモン退治してんのか。その腕の剣どうやってついてんだ。それからこれ、あんたの顔から落ちて新しい皮が生えた。こいつはよく見りゃ作り物だけど、今のあんたの皮は本物だろ。どうなってんだ。聞けよ。うん、完全に見えてるだろそれ。なんでだよ。オイラと話したくないのか。どうしてだ。うわっ、待てよ。ごめん、すごすぎた。すげえ。うわっ、待て待て待て。生はよくねえって。少し待ってなよ。うまそうな匂いがしてきたら。塩があるといいんだがな。まあしょうがね。ほらよ。はあ、そうしてると本当に見えてねって風だよな。耳も聞こえず口も聞けね。ほんと不思議なやつだなあんた。まあいいや。あんたその腕金にしねえか。オイラに任せりゃ絶対稼げる。お大臣だって夢じゃねえな。あんただってそう思ってるからオイラを追い払わねえんだ。そうだろ。百鬼丸にはドロロの姿も声も届いてはいない。だが百鬼丸には生まれながらに見えているものがある。魂の炎とでも言うほかない。重要なのはその色だった。敵意、憎悪、またはこの世ならざる者、それらの持つ色が百鬼丸に危険を教える。魂の色を見る力、そして常人ではない感覚と身体能力によって、百鬼丸は彼の暗闇の中を生きてきたのである。今百鬼丸がドロロを放っておくのは
その炎の色が危険ではないからということでしかない。ただほら、この小さいのはオイラの焼き鎮。通り過ぎることなく長く自分のそばにとどまる炎は彼にとって二つ目だった。なんか寝言言ったかい？そっか、聞こえねえもんな。うん、なあ、名前くらい教えてくれよ。オイラはドロロだ。ドロロ。あんたは？で、無理か。いや、もう七種のゴンベで。おやすみ。おーい！来た来た。早速あんたの腕で稼げる話を聞いてきた。とにかくちょっと。この先の村に化け物が出るらしいんだ。村に立ち寄った旅人とか村の人が時々行方知れずになっちまうらしい。そいつをこないだみたいに退治して礼金をもらうんだよ。人助けしてオイラたちも儲かるな。いい考えだろ。なんだか金持ちそうな村だな。本当に化け物なんか出るのかな。はて、化け物とおっしゃいましたか。化け物がどうかしましたか。どうかしたのはこの村だろ。知ってるぜ、困ってるって。いい話を持ってきてやったんだ。なんとこのお兄さん、化け物退治にかけちゃ天下一品。一つ頼ってみなよ。え、本当にそんなことができますので？大出来だよ。こないだもこんなでけえ化け物はたった一人で細切れにしちまったの。この目で見たばっかりだ。おお。どうよ、頼むだけならただだ。騙されたと思ってさ、な。それはもう願ってもないことで。退治していただけるなら村でできる限りのお礼も。ああ、皆の衆、うん、いや、話が早いね、村長さん。ああ、いえ、私は名代を務めます伝吉と申す者で、村の王様万代というお方なのですが、何分足を悪くされまして。ふーん。とにかく私どものうちをお使いください。大したものもございませんが、お食事など。おお、いや、ほんと話が早いね。こちらでございます。極楽。へえ、こんなに食べたの久しぶりだ。でもさ、化け物に困ってる割に贅沢な暮らししてるよな。見たとこ大した田んぼもなかったし、なんで儲けてんだろうな。ん？やろうか。ほら、やるかって言ってる。
待ってろ、今やってやる。早くこの手抜かね。早く、おい、早くしろよ。おい待て、行っちまうよ。早く、もう何なんだよ。どうかなさいましたか。化け物が出ましたか。いや出たけど、今日は様子見だ。大したことなかった。そうでございますか。おはようございます。お目覚めでございますか。バンダイ様がお二人にお目にかかりたいと。バンダイ、ああ村長の。はい、ご朝食も差し上げず申し訳ありませんが。いいよ、分かった。あちらの屋敷でございます。すげえ。では。なんだい、ずいぶん暗いな。今明かりを。このようなお見苦しい姿、お許しを。足を患っておりますので、私がこの村の長、バンダイでございます。坊や、私の顔に何か。いや、綺麗だなって恐れ入ります。お呼び立てして申し訳ございません。村人の話を聞いて、どうしてもお会いしなければと。特にそこのお方、もしやと思っておりましたが、やはり。え、知ってるのか。うわ、何をなさいます。おい、何するつもりだ。この人は人間だぞ。あ、やめろ。どうしたんだよ。バンダイ様、こいつ胸から剣が生えてやがる。早く取り押さえろ。やめろ、あの人は化け物じゃない。おやめください。危ねえ、動けんじゃねえ。そいつも仲間だ。離せ。土蔵に連れて行け。どういうことだよ。ゆんべの化け物には指一本動かさねえで、あんな優しそうな人にいきなり切りかかろうとしてさ。わかったよ、あんたほんと見えてねえ。なんも見えてねえんだ。ずいぶんとにぎやかだね。お仲間ができて嬉しいよ。なんだい坊さん、あんたも捕まってんのか。化け物が出るってんで見物に来たら、寝てる間に連れ込まれちまった。どうして。さてね、案外これが行方知れずの種明かしかもしれないね。え？それよりお前さんには見覚えがある。見覚えって、目見えるのか。へへ、私らは目焼きには見えないものが見えたりするんでね。そっちの方がよっぽど確かだったりすることもあるのさ。なんだよ、見えないものが見えるって。例えば今私にはお前さんが綺麗な真っ白い炎に見える。炎？言ってみりゃ魂さね。見てくれじゃない、中身が見えるのさ。魂、中身。あ、もしかしてこの七しのごめんも坊さんみたいに見えるのか。かもしれないね。じゃあさっき刀抜いたのは今度はなんだよ。気をつけ、妙な気配だ。わあ、何も見えねえ。大丈夫、私らには同じことさ。どうなったんだ、今の声なんだよ。いいからついておいで。どうやらこの井戸は外に通じているらしい。見えねえよ。いやー、怖い。大丈夫、
ほら、外の風だ。あれ、ここってあそこにお連れがいるよ。ああ、また私を切りにいらしたのですか。このような病人を一体なぜ。無駄だよ、私らにはお前さんの中身しか見えないんだ。色は？そうさね、今見えてるのはどす黒い血のような赤、最悪の色だ。さっき食い損なったのは惜しかった。分かってるだろうが、そんな奴は化け物なんて可愛いもんじゃない。鬼神だ。鬼神？痛くねえのか。ワンタイ様、お逃げください。化け物逃がすんだ。どういうつもりだよ。お前さん知っていなすったね。知ってて旅人を食わせてたんだ。え、そうしなければあの化け物は村の者を食らいますんで。だからオイラたちに退治してほしかったんだろ。あいつを倒せばそれで解決じゃないか。どうやら退治してほしかったのはバンダイじゃなかったようで。は？間違いない。お前はよもや生きていようとは、あれが奪い損なった。そのせいか、あれだけがお前を取れなかった。残りを取り戻す気か？面白い。できるものなら。バンダイ様。やろうか、やろうか。あいつ、なんだ、なんだこれ、大金だ、すげえ。バンダイに食わせた旅人の金だね。え、どういうことだよ。うちの村は他に稼げるネタもなくて、化け物のバンダイ様に乗っ取られた時はもう終わりかと。でも最初にバンダイ様が食った旅人がかなりのロギンを持ってたもんで、味を占めちまったってわけだね。なんだよそれ、最低じゃねえか。化け物よりもっと。うわ、止めてくれあの音。お前さんが退治してほしかったのはあれかい。最初にロギンを奪った旅人が持ってたお遍路だったんだ。悪かったよ、バンダイ切ろうとしたあんたにひどいこと言って。見えてなかったのはオイラだった。聞こえてねえか。案外気持ちは通じるよ。気にすることはない。目が見えてるもんなら騙されて当然さ。っていうか、似てたんだ。ん？死んだおっかちゃんに似てた。そうかい。なんだよ、急に。ガキ扱いすんな、七子野郎のくせに。なんだ、字が書けるのか。坊さん、なんて書いてあるのかわかるか。
どれ、触れさせてくれるかい？百鬼丸、あんたの名前だね。へえ、百鬼丸。やっとわかった。百鬼丸か。私もわかったよ。見覚えがあるはずだ。お前さん、あん時の。ん？何？国境に不穏な動きだと？は、警護に当たる兵の数が増えております。戦の準備ではと思われ。バカな。隣国の境殿とは同盟の間から。そちに探ってもらうことがある。どうしたんだよ、おい。痛いのか？なあ、おい、大丈夫かよ。しっかりしろよ、おい。どうしたんだよ、なあ。戦の時代はすでに何年もの長きにわたりこの国に続いていた。地と同国の光景は王子も何一つ変わりなかった。殺せ、早く。まだ生きて逆らう者どもに思い知らせよ。それも晒しとけ。愉快の巻。おーい、花芽。こんにちは。おお、これ先生に。あ、ありがとうございます。なんの、こんなんじゃお礼にもなんねえけどな。先生のおかげでせがれはまた走れるようになったんだ。あんな人がいてくれるんだ。この世もまだ見捨てたもんじゃねえ。肩の筋肉の力で曲がるようになっている。練習すれば必ず動かせる。おお、腕だ、俺の。あんた、よかったね。ああ、本当にいいんですかい？こんなすげえものをタダで。わしの勝手でやってることだ。ありがとうございます。師匠、この男に使い方を教えてやってくれ。はい。次。中海先生は神様みてえなお人だ。ええ、本当に。師匠はみなしごだった俺に生きる意味をくれた。ここで働ける俺は幸せ者です。師匠、今までずっと。
足でお医者様のところだから頑張っておくれ。どうしましたか？樹海先生の家はこの先でしょうか？この子の腕を通りすがりのお侍に言いがかりをつけられて、大丈夫です。師匠なら必ず助けてくれます。少し時間がかかるかもしれんが、できるだけのことはしてみよう。本当ですか？ありがとうございます。よかった、よかったね、うん、本当に本当にありがとうございました。すぐに元気に遊べるようになりますよ。実はどれだけ怖い人かと思ってましたけど、来てみて本当によかった。人の噂なんて当てにならないわ。噂？カナメ。師匠、本当なんですか？あなたが昔柴殿に仕えていたというのは。海に落ちたわしを拾ったのは大陸の船だった。そのまま大陸に渡ったわしは、手足を失った者たちに作り物の手足を補う技と出会った。罪滅ぼしなどというつもりはない。ただ何もせぬまま死んで楽になるのだけは許されぬと思ったのだ。一度死んだはずのわしは生かされた。わしにはまだすべきことがあると。司馬金石の戦で私の父は死にました。父上、父上、父上。お前が父上を。要。頼む。命乞いか、今さら。わしの命などいくらでもやる。この仕事が済んだらいかようにしても構わん。だがあの親子との約束だけは。あの子のためだ。すまぬ。あなたは俺を救えない。
にございます。おおおでかしたぞ、奥立派な跡継ぎじゃ。お前そのカニに大層好かれたようだが、無理をするとその面に傷がつくぞ。どれ、何匹か持って帰って焼いてやろう。そろそろ戻ろうか。わしは再び生かされた。体のあちこちをかき、こちらの言うこともどこまで伝わっているのかもわからない。だがこの子には不思議な力がある。生き抜くための強い力。お前の名前だ。この世には何百もの鬼より恐ろしいものがいくらでもある。だが負けるな、百鬼丸。お前なら必ず越えていける。大丈夫か。今のは一体。ん？どうした？もののけが。力に惹かれ集まってくるのか。百鬼丸、わしもいつまでもお前を守ってやれるわけではない。お前が一人で生きていくために強くなるんだ。参りました。さすが多宝丸様、お強い。どうだ、僕はこの国で一番強いんだぞ。多宝丸、剣の稽古か。父上。高い。母上。あ、
どうした？それより父上、この間の戦の話をお聞かせください。よかろう。手当てをしてやらねば。痛みを知らねば恐れも感じぬ。切り刻み、殺し、命を奪い取ることに何のためらいも生じはしない。願いはただ一つ。生まれ持った運命に負けず、強く生きてほしい。ただそれだけのはずだった。わしはまた間違ったのか。百鬼丸、無事か？どうした？百鬼丸、右足が手荒く動かしたからか？大丈夫か？これは一体何が？なんということだ。足だ。生身の足が生えた。どうしてこのようなことが。あやかしとは、人を喰らうだけのものではない。時に彼らは人の心を惑わし、その力を貸し与えもする。人知を超えた力でもって人に恩恵を与え、代償として人から何かを奪っていく。お前もそういう因果の中で奴らに体を奪われたのやもしれん。わしは行けん。足でまといになるばかりだからな。結局何もしてやれなかったな。わしはただ殺生を教えただけで、お前を拾った時身につけていたお守りだ。持っていればどこかで本当の親と会えるやもしれん。
つまり化け物をぶっ殺して回ると取られた体が戻ってくるってわけか。そういうことなんだろうね。昔誰かが化け物どもと取引でもしたんだろう。あの子の体と引き換えにね。ひでえじゃねえか。何もらったんだか知らねえけど、目も鼻も口も丸ごと全部やっちまうなんてよ。地獄に落ちる覚悟でもなきゃできないことさね。なあ、なんで化け物どもはそんなん欲しがるんだよ。目ん玉一つ食ったって腹の足しにはなんねえだろ。さてね、心の足しにはなるのかもね。なんだよそりゃ。ん、百鬼丸、起きたのか。おい暑かったか。なるほど、痛みが戻ったか。あ、何言ってんだ、やけどしちまうだろ。ったく、いきなり何なってんだよ。おい、ったくもう。わしはどこへも行けぬ。百鬼丸。妖刀の巻。あの、もし…無駄無駄、何を言っても聞こえやしないって。ここが聞こえねえんだから。ああして突っ立ったままもう半時ほども動かねえ。すっかり濡れネズミになっちまって。風邪ひいても知らねえかんな。雨を聞いてるんじゃないかしら。え、だから耳は。そう感じただけ。あんた、いいとこの生まれだろ。ん、そのお上品な物言いに顔つき、そこらの田舎娘とは思えねえどうよ、当たりだろ。さあ、昔はどうあれ、今はしがない行商人よ。ふん、まあいいや。ところでさ、さっきは何を熱心に拝んでたんだよ。商売繁盛。兄上が早くお戻りになるように祈っていたの。どこ行ったんだよ。戦よ。もう5年になるかしら。5年って、そんなに戻ってこないってことはとっくに。Thank you.
だよこれ。こんなひでえこと。おい、いきなり何すんだよ。こりゃあんたの仕業か。チキショウ、なんだってこんなことしやがったんだよ。この刀が血を欲したのだ。故に切ったまで。刀が欲しがるだ。バカ言うんじゃねえよ。ただの刀ではない。人の血を吸い生きる妖刀よ。ひとたび握れば我が身を使い、誰とも構わず切り捨てるのだ。全部その刀のせいだってのか。ならそいつはなんだ、そのにやけた面は。俺と同じだな。その刃に修羅を宿らせて俺だが、少し遅い。足か。仕方ねえな。足。あっ、あったあった。さっきの刀も一緒じゃねえか。気色悪いな。ダメだ、捨てちまおう。様に祈っていたの。兄上が無事に戻られますようにって。だからこうして兄上、何かお探しを。いや、構わん。いずれ戻ってくる。チキショウ、戻れ戻れってんだよ。いい加減、オイラから離れやがれ。この青かったな。坊主、こったらどこで何捨てた。今すぐ山さ降りろ。このあたりにはとんでもねえやつが。好きにさせるもんか。
すまぬな、お寿司。戦は武士の務めだ。分かってくれ。父上も母上もきっと見守っていてくださるはずだ。すぐ戻ってくる。兄上。兄上、うん、さっき通りで売っているのを見かけたの。栗ご飯、昔から好きだったでしょ。覚えてる？小さい頃は一度泣き出すと止まらなかったでしょ。私、母上があやしてくれても、えん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 って。その度に兄上、こうして私に鶴を折ってくれたわね。そうすると途端に私も泣き止んで、ずっとこうして鶴を眺めてた。ここにいるぞ。来たぞ、辻斬りだ。兄上、帰りましょう。私と一緒に。何か言って。お願いだから。一体何があったの？こんな風に。斬れ、斬るのだ。今すぐそやつを斬れ、タノスケ。そこな城大工はまっこと良き櫓を作りよった。いかな大軍とて一丁にはあれを落とせまい。だがそやつが敵に下れば立ちどころに弱みは知る。一夜で砂の城と化そう。そうなる前に斬るのだ。何卒お考え直しを。貴様、できぬというのか。ならばこいつで腹を切れ。蔵に眠っていた古刀よ。錆びた生蔵だが貴様には似合いかと思うてな。さあそやつを殺せ。殺すのだ。その刀、血を吸うほどに切れ味を増そうだ。真偽は知らぬが血にはこと書かぬな。ニヒル、それがお前の中。
殿、血が欲しいとニヒルが申しております。お前もっと血が吸いたいか。安心しろ、俺が吸わせてやる、いくらでも。来たな。行かないで。兄上。お寿司。バカ、やめ。オイラだって分かんないのかよ。くそ。話せ、お寿司。お願い、兄上、行かないで、お願い。話せ。兄上。邪魔をするな。何もかも変わってしまったわ。家も土地も私一人では守りきれず、どうの昔に。でも兄上がいてくれるなら、あの頃のようにまた、お願い、一緒にいて、昔の兄上でなくても、私は。ニヒルが俺を呼んでいる。アニエル、ありがとな、百鬼丸。兄貴。この刀は俺のものだ。俺だけの刀。なぜ切らなかった？それでは俺は切れんぞ。ニヒルを手にしたこの俺は、
手を尽くしてみましたが、産婆の行方は用として知れず、赤子につきましては未だ。森子歌の巻上。静かすぎて怖いくらいだけどな。音、それはこれまで百鬼丸が取り戻したどの感覚よりも衝撃だった。容赦なく頭の中に入り込んでくる無数の振動の取捨選択などできるはずもなく、百鬼丸はただ音の洪水に溺れていた。兄貴、やっぱり今回のあやかし退治はやめとこうか。礼金いいからもったいねえけど、こんな調子じゃ。出たのか？たちだったかい。奇遇だね。兄貴、兄貴、しっかりしてくれよ、兄貴。兄貴、兄貴。はい。そうかい、耳がね。そいつは良かったじゃないか。よくなんかね。聞こえるようになったせいで兄貴弱くなっちまった。そうかい。
だって坊さんでもあんな簡単にやっつけられるあやかしにこんなにやられちまってさ。こいつはご挨拶だ。なあ兄貴大丈夫だよな。キューバはしのいだよ。本当なら薬が欲しいとこじゃあるんだが。おいら一っ走り行ってこようか。川向こうに大きな町があるはずだ。およし。どうやら戦がありそうだからね。危ないよ。え？この辺りを治める酒井って武将が同盟国を裏切ったとかでね、二つの軍が睨み合いさねえ。そんなとこにあたしらみたいなよそ者が近づくのは剣のんだ。で引き返してきたとこにさっきの騒ぎってわけだ。くそ、武士ってのはなんでそんなに戦が好きなんだよ。あ、うるさかったか、ごめん。動くんじゃないよ、傷が開いちまう。まったく、穴蔵にこもった手負いの獣ってとこだね。いいかい、これは人の声だ。周りにあるのは森に生きてるもんや火や風の音さ。お前さんは慣れなきゃいけないよ。穴蔵からこの世に出るためにはね。兄貴、怪我人なんだぞ。無理させんなって。兄貴はまだ仏さんになるわけにはいかねえんだからよ。とした声だね。まだ動いちゃ危ないよ。やれやれ。こんな硬いの食えねえよ。赤い花、あの人の髪にさ言って揺れるだろう、お日様。怪我してるの？大丈夫？あ、見えてないのね。ほら、ここよ。どうしたの？熱があるんじゃない？こんな水の中に入っちゃダメ。早く出て。ちょっと、しっかりして。兄貴！決まってる兄貴、初めてだ。まあ怪我のせいもあるだろうが、鬼神からいろんなもん取り戻したようだからね。頭が追っつかないのかもしれないよ。これ古着といたのだけど、綺麗だから使って。すまね。美穂さんだったか。邪魔しちまった上に面倒かけて悪いね。そんなこと、治るまでいてもらって大丈夫だから。いいのかい？もちろん、ここにはあんたの兄さんみたいな子もたくさんいるから安心して。みんな慣れてるから。え？みんなこそこそしないで、ちゃんと挨拶しなさい。ほら。ひどい草があってね、家も何も全部なくなってしまって、そんな者同士集まって暮らしてるの。じゃあ、みんなお父ちゃんもお母ちゃんも。そう、でもみんないい子。子供ばっかりだってなんとかなるもんね。ああ、ミオネ、まだ起きてんのか。ほら、どいたどいた。ミオネ、今のうちに寝とかねえと体持たねえぞ。怪我人は俺が面倒見っから早く寝ろって。わかったわかった。じゃあ何かあったらこの竹棒に聞いて。早く。
朝飯用意してあるからちゃんと食ってから寝るんだぞ。はいはい。お前たちの朝飯もある。芋がゆだ、食え。どうも。なんか手伝うことねえか。いいって。お前は怪我人見てろ。いや、ただで世話になるわけにはいかねえ。飯代ぐらいは働くのが筋ってもんだ。はあ、結構関心じゃねえか。兄貴兄貴ってベソ書いてたくせに。な、書いてねえ。全然書いてねえぞ、これっぽっちも。しっ、ミオネが起きちまうだろ。ごめん、でもなんでこんな時間に寝てるんだ。夜に働きに行ってんだよ。酒井様の陣、いつ戦になるかわからねえから。一晩中誰かが起きてて、その世話がいるんだってさ。夜の方が賃金がいいし、ミヤネーは働きがいいから食い物ももらえるんだぞ。だから昼間は寝かせてやらねえと。へえ、お前も結構関心だな。坊さん、どっか行くのか。ああ、戦場を避けて通る道がないかと思ってね。ちょいと行ってくるよ。戻らなかったら獣道でも何でも見つけたと思っとくれ。じゃあ。ああ、なんだ、釣りじゃなかったのか。時々会うんだ、妙な坊さんでさ。また戦になんのかな。さあ、ここも危ねえな。くそ。国境における堺の陣には未だ動きはなく、膠着状態が続いております。このまま続くのであれば新たに兵糧を送らねばならぬかと。その程度の蓄えはあるわ。はあ、ただもう一月近く雨がございませぬ。この時期ここまで降らぬのは珍しきことなれば、万が一のための備えは必要かと。我が領土において凶作などありえぬ。はあ、そうでございましょうか。奥酒井殿のことに、こたびの日照り続き、それに今年は山崩れもございました。まるでかつてのこの国に戻ったような。何が言いたい。私どもは国ごと小さな礎一つの上に乗っていることをお忘れなきようにと。いつ崩れてもおかしくはありませぬ。酒井ごとき小国、早々に肩をつけるよう申し伝えよ。はっ。笑ってないで手伝わなきゃ。百鬼丸、具合はどう？まだ暑い。そうだ、今夜薬もらってくる。酒井様の陣ならきっとあると思うから。じゃあ仕事行ってくるね。兄貴、もうちょっとしたら夕飯だってさ。赤い花摘んで、あの人にあげよ。あの人の兄貴、やっぱり安全な道はお前さんたち獣の方が知ってるね。これなら
おお、こいつはいい場所だ。こんなとこで。あ、薬大丈夫。ほら、すぐに煎じて。不思議ね。なんだか見えてるみたい。ずっと奥の方まで。見えてるよ、魂の色が。え？兄貴、勝手に出歩くなよ。びっくりするだろ。魂の色？うん、オイラもよくわかんねえけど、生きてるもんの魂がいろんな色で見えるんだってさ。人だけじゃないぜ。草とか木とか獣とか、あやかしなんか一発でわかっちまう。きっとすげえ汚い色してんだろうな。そう。何？もしかして姉ちゃんの歌が聞きたいんじゃ。歌？兄貴、姉ちゃんの声はうるさくないみたいなんだよな。あ、そうだ、姉ちゃんの歌聞いてれば音になれるかも。今のままじゃ穴蔵にこもった獣みたいなもんだからな。姉ちゃんの歌で穴から引っ張り出してくれよ。私の歌そんな大層なもんじゃないと思うけど。じゃあ、赤い花摘んで、あの人にあげよう。あの人の髪にこの花さしてあげよう。あら、お坊さん。抜け道見つかんなかったのか。いや、ちょいとばかりいい話と悪い話を持ってきた。へえ、そんないい土地があったのか。あそこなら戦があったってそうそう焼け出されることはないだろうよ。ちっとばかし舐めてみたが、土も悪くなさそうだ。ミオネ、行こうぜ。そこに住もう。喜ぶのは早いよ。実はその土地には大家がいるのさ。大家？今空き地だって。鬼神さ、ありゃ相当だよ。迂闊に手を出すのは剣のんだ。なんだよ、鬼神って化け物か。ああ、ただのあやかしなんかよりよっぽど強いんだ。そう。おい兄貴、まさか鬼神退治に行くつもりか。え、待てよ、そんな足じゃ無理だって。坊さん、そのつもりで話したところはあるにせよ、まさか怪我も治らないうちにとは思わなかったかね。せっかちだね。坊さん、兄貴のこと頼むぞ。私も頑張ってみよう。危なっかしいね。え、敵の陣でも働くって、酒井様の陣と敵の陣と掛け持ちってことか。うん、今夜からでも。無理だってそんなの。そうだよ、今だって大変なんだろ。でも新しいところに移るならちゃんと準備しなきゃ。土地だけあってもしょうがないでしょ。そりゃそうだけど。大丈夫、戦でたくさんなくした分戦から取り戻すだけ。ミオネ、さあ、そうと決まったらたっぷり寝とかないと。それじゃ、おやすみ。ああ、ミオネ、こうと決めたら頑固だからな。でも、酒井様の敵陣には荒くれ者が多いって聞くし。よし、オイラがついてってやるよ。お前が？だったら俺も。ダメダメ、お前はみんなの面倒見なきゃだろ。
大丈夫。あんまり大変そうだったらやめさせる。そっか、頼む。戦から取り戻すか。いいじゃねえか。オイラたちだって侍から取ってやればいいんだ。ったく、いつまでにらめっこしてんだ。これじゃ手柄の立てようがねえ。まったくだ。こんなど田舎じゃクソ以外にすることねえや。お兄さんたち、働かせてほしいんだけど。あれ、ミオネーどこだ。わかるだろ。大丈夫かい。まだやめといた方がいいんじゃないかね。慣れない音のために手傷を負い、ミオという少女の世話になる。ミオは戦で行き場をなくした子供たちと暮らしを立てていた。だが百鬼丸が鬼神との戦いに出かけたその夜。あんなのってねえよ。なんだ。兄貴どうしたんだよ。坊やかい。ちょうどよかった。手を貸しておく。兄貴大丈夫か。兄貴の足が。やっぱり手負いじゃ無理があったのさ。鬼神に取られちまった。兄貴言いてんのかって。え、今の声。ああ、足は取られたが声は取り戻したらしい。兄貴の声。森小唄の巻下。ミオネ、おかえり。ただいま。どうしたんだよ。怪我してるじゃねえか。大したことないよ。ちょっと転んじゃって。大丈夫か？早く休まねえと。やっぱり両方の陣で働くなんて無理なんだって。今まで通り。それは。ああ、それがさ。百鬼丸！何があったの？命には別状ないよ。まあ、戦うには早すぎたのさ。ミオネ、人のことはいいから早く寝ろって。でも私の方が慣れてるから。あんたはみんなの食事をね。なんだよ急に。兄貴のそばについてなくていいのか。ああ、
まあ、ミオ姉がいれば安心だけどな。まったく、ミオ姉の世話好きにも困ったもんだよ。一晩中働いて疲れてるってのに。タケ、お前姉ちゃんが働いてるとこ見たことあるのか？俺はいつも留守番だ。チビたちだけ残しとけねえからな。そうか。しょうがねえよ。今はミオ姉の稼ぎがなきゃみんな飢え死にするしかねえんだ。別に責めちゃいねえよ。俺たちさ、約束してんだよ。俺たちの田んぼを持つって。田んぼ？ああ、夏は一面だーっと青くて、秋には黄金色になる田んぼだ。黄金色だぞ。それで米が食い切れねえほど取れるんだ。俺たちは戦で丸焼けか日照りでカラカラの田んぼしか見たことねえけど、ミオ姉が子供の頃はそうだったって。いつか私たちの田んぼを持とうね。青くて黄金色で私たちだけの。もう少しすりゃ俺も働きに行けるし、そしたらミオ姉に楽させてやるよ。おーい、タケちゃん。おー、今行く。大丈夫、戦でたくさんなくした分戦から取り戻すだけ。ここらで一雨来てもらわにゃ。まあ毎年必ず恵みの雨はあるからな。あ、ほれ少し雲が出てきとるが。お願いです父上、私を堺討伐の援軍にお加えください。あのような小国すぐに攻め落としてみせましょう。戦を侮るな。そのような気構えではまだまだ初陣は早い。鍛錬に励め。父上。多宝丸。母上、私を戦に出していただけるよう母上からも父上にお口添えください。父上がならぬとおっしゃったのでしょう。ならば私が言おうと同じことです。父上は分かっておられぬのです。出陣さえお許しいただければきっと母上にお喜びいただけるような武勲をあげてみせます。武勲など。私の武勲などいりませぬか？そうではありませぬ。いえ、母上はいつもそうです。狩りでどれほどの獲物を仕留めようと、武術の腕を上げようと、母上はお喜びにならない。私はただ戦にまつわるものは好まぬのです。好まぬのは戦ではなく私でしょう。何をそのような。多宝丸、我が子を厭う母がどこにおりましょうや。兵庫、陸奥、早掛けじゃ。馬を引け。はっ。若、言いたいことは分かっておる。少し子供じみていたな。少し。お方様はお優しい。若にはいつも一度言えば分かる。はっ。母上が私に冷たかったことなどない。しかし若、危のうございます。怪我をされては。兵庫、陸奥、若を。母上、見てください。母上、降りてくださいどうか。若を。若、何をされてるのです。聞こえているのですか。母上には何よりも強く思いを寄せるものがある。決して口には出されぬが何かを隠しておられる。いや、母上だけではない、父上も。私どもは国ごと小さな礎一つの上に乗っていることをお忘れなきようにと。一体お二人には何が。
言ったらダメよ。悔しいのはわかるけど、無茶をして死んでしまったら元も子もない。私もね、少し焦って無理しちゃって。バカだね。稼ぐのは簡単じゃないって分かってたのに。ダメダメ、二度と侍なんかのために泣かないって決めたんだから。泣いたら負け。百鬼丸もね、無理して死んじゃったら負けよ。それより声が出るようになったんでしょ。すごいじゃない。ちょっと喋ってみて。うるさいってこと？自分の声が、うん、そんなすぐになれるわよ。ドロロが言ってたよ。今のままじゃ穴蔵にこもった獣みたいだって。そうだ、歌は？百鬼丸好きでしょ？赤い花摘んで。私ね、泣きそうになったら歌うの。泣く代わりにね。赤い花摘んで、あの人にあげよう。あの人の髪にこの花さして。行くのかい？ああ、あの姉さんの言う通り、焦らず行くよ。鬼神のいる道を迂回すりゃいいことさ。どうせ急ぐ旅じゃない。ただいくら百鬼丸にそれを解いたって無駄だろうね。どうして？赤ん坊がおもちゃを取られたら怒って取り返すだろう。それと同じなのさ。その上、取られたもんが自分の体とあっちゃね。あの歌を聴いているときは静まるようだが。静まるって？百鬼丸が赤ん坊の時から持ってる鬼神の炎さ。体を奪われた時の残り火みたいなもんかもしれないがね。穴蔵から出てきたもんが鬼だったってことにならねえようにしなよ。じゃあな。白い花。あ、そんなに見られると。百鬼丸って人の魂が見えるんでしょ？魂の色が。私のはあんまり見ないで。きっとすごく汚れてる。すごく不思議。この手は嫌じゃない。殿からの叱責じゃ。では兵糧は？それは送るとある。援軍もな。だがそれを待っていては恥じゃ。動くぞ。奇襲を仕掛ける。決して悟られるな。堺の患者にはよくよく用心するよう申し伝えよう。はっ。仕事かい？そっか、あんた私の仕事。おいらわざと覗いたわけじゃ。いいの、私は恥ずかしいとは思ってないから。生きていくためだもの。でもあんたが近寄りたくないのもわかる。汚れ仕事だものね。それにしてもあんたくらいの年でよく私の仕事がわかったね。おいらおっかちゃんとずっと旅してて、いろいろ。その時どんなに腹が減ってもおっかちゃんが絶対やらなかった仕事だから。そう、偉いおっかちゃんね。だけどそうやってお母ちゃんは死んじまった。お母ちゃんは偉いけど、生きてる姉ちゃんも同じくらい偉いよ。偉い。戦でなくしたもん戦から取り返してやるんだな。どんどんぶんどってやれ。田んぼも畑もぜーんぶ。うん、ありがとね。兄貴、飯。
さあどんどん食べて精つけなよ。片足取られたぐらいなんだよ。声取り戻したんだから黙ってねえで喋んなよ。ほらほら食べなきゃ出る声も出ねえからな。水水悪い悪い。なあ兄貴、鬼神なんかに負けねえよな。兄貴が鬼神なんかになるわけねえよな。兄貴、そんなことよりどんどん食べてくれや。赤い花摘んで、あの人にあげよう。あの人。私は仕事行ってくるけど、百鬼丸を行かせちゃダメよ。まだ戦いなんて無理だから。分かってるって。すげえな、手に仕込んであるのか。でも俺たちだっていいもん持ってるぜ。戦場で集めたんだ。ほらこれなんていいだろう。めくるぞ、助かって。ミオネ、大変だ。百鬼丸が鬼神退治に行っちまった。えドロロが追いかけていった。ぬか喜びかい。まったく、オイラに黙っていくなんてひでえよ。姉ちゃんも心配してるぞ。まあ、足が戻ってよかったな。どうした兄貴。寺が…残党がいないか確かめろ。なんだよ、これ…こういうことだよ。なんだお前、こいつらの仲間か。この女は先般、我が陣にいかがわしい商売をしに来たが、昨夜堺の陣に入るのが目撃された。密偵の疑いありとして早急に処分されたのじゃ。姉ちゃん、タケ話せバカ野郎。お前らなんで、なんでその取り乱しよう。やはり仲間だ。
って。姉ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃんしっかり。タケ。赤いはずで。姉ちゃん。の人。あっ、きれい、きれい。穴蔵から出てきたもんが鬼だったってことにならねえようにしなよ。助けてくれ、頼む、助けて。やめろ兄貴、やめてくれ。ダメだ、鬼になっちゃダメだ。頼む、頼むよ兄貴。兄貴、姉ちゃんが持ってたんだ。種もみだ。ちゃんと侍から取り戻したんだよ。田んぼを作るために。姉ちゃんは負けてねえ。兄貴も負けないでくれよ。頼むよ。ほら、赤い花摘んで、あの人にあげよう。あの人の髪にこの花さしてあげよう。穴蔵から出てきたもんが鬼だったってことにならねえようにしなよ。なあ兄貴、腹減ってねえか。今は飯どころじゃねえから。そういや兄貴って笑ったことねえよな。一生むっつり顔のままになっちまっても知らねえんだから。もう女房のとこには帰らねえ。ほら、お前とずっと一緒にいてよ。そうだね。こんな山ん中で何してやがんだ。熊にでも食われちまえ。カンニャラカンニャラカンニャラ。なんだ。ふざけんのもいい加減にしろ。しまったな。あ、兄貴、村があるぞ。
あそこで力を。ジョローグモの巻。もう体を引き上げることもできないなんて。なんかめんどくせえ村だな。村を守るために見張りを強めてるんでな。守るって何からさ。最近村に人さらいが出るのさ。人さらい。ああ、夜な夜な村の人間がいなくなっちまう。あの見張り台だってそのために置いたんだ。お前も怪しいやつを見つけたらすぐに知らせてくれ。なあ兄貴、人が消えるってのはおいら絶対あの雲の化け物のせいだと思うんだ。この村にとっちゃ大事みてえだし、おいらたちで何とかすれば人助けになるし、褒美もかなりもらえるはずだぜ。これだけは完成させないと。おい、あんた、しっかりしろ。いや、すまん、驚かすつもりはなかった。おい、どこか悪いのか？死にそうな顔だ。とりあえず、うちに来な。食い物くらい出してやれる。歩けるか？歩ける。よし、ついてきな。まずはこいつの正気をいただくか。そういや、あんた名前は？俺は矢次郎ってんだ。そんなものはない。ない？ないか。よし、じゃあおはぎってのはどうだ。おはぎ？はぎの鼻の中で寝てたろう。なんとでも呼べ。おう、それじゃあおはぎ、腹減ってんだろ、食いな。なんだいこれは、まずそうだね。遠慮すんな。うまい。おはぎ、お前どっから来た？もしよかったら教えてくれ。よくないから教えないよ。ならなんであんなところで寝てたんだ？好きで寝てたわけないだろう。たく力さえ戻りや、さっさとこんなところ出て行きたいよ。お前は食べないのかい？ああ、俺はさっき食べたばっかりだからな。何の音だ？いいから早く食え。俺は仕事に行かなきゃならん。夕暮れまでには戻る。食ったら寝ててくれ。妙な人間だね。あたいのもんに手出すんじゃないよ。田畑に作物なんもね。兄貴、この村食いもんは難しいかもな。なんだなんだ。なあ、あんた、あれなんて書いてあるんだ？ああ、人さらいを捕まえたら褒美をくれるとさ。まあ、何度同じことをしても一向に捕まる気配はねえが。ほらな、おいらの思った通り。こりゃ褒美はいただきだな。なんだ坊主、心当たりがあるのか？あんたも褒美目当てかい？でも首突っ込まない方がいいぜ。なんせ相手は化け物なんだから。化け物？静まれ、手を止めてはならん。作業を続けろ。
化け物が出るなら日が暮れたこれからだろうぜ、兄貴。昼間やみくもに探し回る体力もねえし、要領よくやんねえと。さあ、行こうぜ、兄貴。人間の食い物じゃ、やはりこの程度か。すまん、すっかり暗くなっちまった。ずっと起きてたのか。寝てたよ。でも外が騒がしかったから目が覚めた。ああ、山の仕事場でまた人死にが出た。炎天下の重労働だ。無理もない。なんでそこまでするんだい。死んだら元も子もないだろう。この村は採石で成り立ってるんだ。上がりが減ることを漁師は許さない。は、人間ってのは不自由なもんだね。顔色が悪いな。飯は食えてるようだが、ゴキかぶりだ。なぜ逃がすんだい。人間が死ぬのはよくて、虫けらが死ぬのは嫌なのかい。人も虫も同じだ。生きていることに変わりはねえ。そんなことを言う人間に初めて会ったよ。あんた変わってるね。そうか。そんなことよりまずは食え、そして寝ろ。人間、それが一番だ。あんたみたいな男、初めてだよ。空腹はお互い様だね。はあ、疲れた。一晩中歩いて収穫なしかよ。どこに隠れてんだ、あの雲の化け物。もう頭も回らねえ。涼しいうちに少し寝とこうぜ、兄貴。なあなあ、あれなんて書いてあんだ。昨日の晩にまた人が消えて褒美が多くなるとある。昨日化け物の気配もなかったのに、オイラの見込み違いで人さらいは化け物の仕業じゃない。ねえ、人さらいの人捕まっちゃうの。そったなことにはならへん。土下に褒美を積まれても領主に願える男なんぞこの村にはただの一人もおりゃせん。うん。この村じゃもう虫か雑草ぐらいしか腹に入れるものがね。毒ダミかじって夜まで木陰で横になろう。おはぎ、お前さらにやつれてるな。こいつは。あんた、今朝はやけに早く出かけたね。まだ外は暗いのに、明かりも持たず。山での仕事以外にも何かやってんのかい。月の沈む時刻に一仕事あってな。そっちが本業みたいなもんだ。大変だね。おはぎ、俺の見たところ、お前は何かしらの病だ。だがこの村には医者がいねえ。旅の札がないお前が村を出るのは難しいだろうが、俺なら確実に逃がしてやれる。まあこの村じゃ若い餌にはありつけそうもない。とっととおさらばしたいのは山々だけど、私に払えるもんなどないよ。生きていてくれればいい。そうだったね。私はゴキかぶりと同じってわけだ。ああ同じだ。命の重さに変わりはねえ。私だって死ぬ気はないからね。頼むとするよ。引き受けた。一日でも早い方がいいな。今夜月が沈み夜が明ける前にやる。それまで休んでおいてくれ。
さらいが化け物じゃなかったらオイラたちじゃ見つけることすら難しいな。何にしろ今夜が山。兄貴、この村での化け物探し最後の夜だ。腹に力は入らねえけど気合い入れていこうぜ。どこへ行くんだ。そっちは村の出口じゃないだろ。あっちは柵と見張りで出られねえ。抜け道はこっちだ。空が知らんでくるまでの一刻でそこまで行く。辛いだろうが耐えてくれ。はあ、すきっぱらで二晩歩き詰めは子供には応える。兄貴すまねえ、今回は空振りみてえだ。諦めて次の村へ。おはぎ、辛ければ少し休むか。バカにするな。お前の正気を吸ってもいいんだぞ。昨日ここで会ったおっちゃん、褒美目当ての坊主たち。しつこいね。とどめを刺しに来たのかい、この小僧ども。森で聞いた声。いた。兄貴、この女が雲の化け物だ。やっぱりそいつが人さらいだ。おっちゃん、そいつから離れな。干からびちまうぜ。化け物をやっつければ飯が食える。サクッと頼むぜ兄貴。おはぎが化け物。え、オイラの言うことが分かんねえのかよ。その女は化け物で人さらいなんだって。人さらいはこの俺だ。俺が手引きしてこの村から逃がした。おはぎは関係ない。俺は捕まってもいいが、おはぎは見逃してくれ。病にかかって弱っているんだ。え、病ってなんで化け物をかばうんだよ。貴様が逃がしやか。手間取らせやがって。見つけたのはオイラたちだぜ。褒美はもらえるんだろうな。そんなものないわ。密告者を釣るための方便よ。そんな殺生なやり方が汚ねえぜ。お前らは悪党だ。悪党結構。これ以上人足に足抜けされて上がりが減ったら俺たちが始末されちまう。その男を捕らえろ。まずい世紀だね。兄貴、見逃しちゃもらえないようだね。何ぼーっとしてんだい。あんたの仕事は終わってないよ。逃がし屋、どっちに行けばいいんだい。あっちだ。よし。兄貴、ちょっとじっとしてて。いろいろ当てが外れてただ働きになっちゃうけどどうする。いやぜ兄貴。なんだい、怖いのかい。こうでもしなきゃ追いつかれるよ。大丈夫だ。じゃあ一気に行くよ。え、そら。うわ。もうすっかり元気だな。もう俺がいなくてもどこへでも行けるだろう。まだ山を越えられるほど力は戻ってないよ。あと5、6人は男の正気を吸わないとね。人を殺すのか。人間は貴重な餌だからね。今まで命まで取ったことはないよ。生きてりゃ人間の正気は戻る。そいつをまた吸うんだ。共に生きるのが長生きの秘訣。そうか、これからもか。ああ、ならいい。兄貴、いくら兄貴でもここは登れねえだろ。あいつらの後を追うしかねえよ。行こうぜ。これが抜け道なのかい。入り口は狭いが奥は広くなってる。水音が聞こえるだろう。水の流れに沿っていけば山の裏の沢に出られる。天然の洞窟だ。お前なら明かりはいらないし追いつかれることもないだろう。俺の仕事はここまでだ。さあ行ってくれ。
あんたも行くんだよ。え？裏の仕事がバレちまったんだから、もうここにはいられないだろ。捕まってただで済むと思ってんのかい？見せしめにされるのは間違いないだろうな。それで本望なのかい？いや。なら逃げるしかないだろう。バケモンと一緒じゃ嫌かい？おはぎ、わかった。この村で死ぬくらいならここから逃れて、お前の餌として生きていくか？あんたみたいなおかしな人間には今後二度と出会えないだろうよ。じゃあさっさと。あんた！領主様に盾ついた奴の末路だ。化け物女と共にとどめを刺せ。貴様ら！一人残らず吸い尽くしてやる！この村に医者はいないんだろ。私がお前を連れていく。お前を死なせはしないよ。やっぱりどっちかが死ななきゃならないようだね。殺すのはダメだ。おはぎ、今までもこれからもだろう。行っちまったな、あの二人。人と仲良くなるあやかしもいるなんて。世の中わかんねえもんだな。でもさ、兄貴の耳が戻っててよかったよな。じゃなきゃかなり後味の悪い結果になってたと思うぜ。まだ喋る気になんないのか。ならいいよ。オイラが二人分喋りまくってジメジメ気分を払ってやるさ。うわっ、クモ！こいつ噛みやがった！ごめんよ、驚かしちまったのはオイラだな。え？兄貴、今鼻で笑ったら聞こえたぜ、兄貴の最初の笑い声。でも違うんだよ、オイラの求めてる笑いは。そんな人を小バカにしたようなんじゃなくて、爽やかなやつ。灰の雨。いかん、ありゃ残され雲じゃ。すぐに嫁をこしらえるんじゃ。その黒雲に名はなかった。空にただ一つ残されたように浮かぶ姿から、残され雲とだけ呼ばれていた。猿の巻。くっせー、多
卵が腐った理由意味で。兄貴は平気なのか？そもそも理由意ってわかんの？チェー、オイラばっか喋ってさ、兄貴だって喋れるようになったんだろ。よし、オイラと話す練習だ。さ、なんか話しかけてみてくれよ、兄貴。ん？へえ、花嫁行列だ。でも、なんか変だな。めでたい花嫁に矢なんか飛ばしやがって、どういうつもりだよ。めでたくなんかね、姉ちゃんはな、化け物の嫁になりに行くんだ。化け物の嫁？だから俺らが止めねえと。いねえ、おめえごといんぞ。まあ待ってって、よかったらその話聞かせてくれよ。おいらたち、化け物にはちっとばかし縁があんだ。あれだ、あそこだけ雲が浮いてら、あれが化け物？そうだ、姉ちゃんが言ってた。あいつは残され雲って呼ばれててな、昔からこの辺りに現れちゃ人を食っちまうんだってよ。だからこれ以上人を食わねえでくれって、ある時化け物に嫁をやったそうだ。そしたらおとなしく帰ってったんだってよ。それから現れるたんびに嫁をやったそうだ。もし嫁をやらねえと、怒って村ごと食っちまうんだ。化け物なのに人の嫁が欲しいのか？それも何人も。姉ちゃんは全員食われちまっただろうって言ってた。化け物の考えることはよくわかんねえな。で、今回はおめえの姉ちゃんが選ばれたんだな。俺は姉ちゃんを助けて、化け物に食われちまうなんて嫌だ。そこでオイラたちの出番よ。兄貴はこれまでいろんな化け物をやっつけてきたんだ。あんな雲イチコロだって。本当か？ただし報酬はもらうけどな、ただ働きはしないんだ。うめえぞ。こういうんじゃなくて、もっと金になりそうなもんだよ。こりゃ殺菌だ。川で拾ったんだ。そんな石ならいっぺんあんぞ。欲しいだけやら。ほんとか？よし、取引成立。おいら、ドロロ。おら、猿だ。猿？それが名前か？変なの。ドロロも変だ。変じゃない、いい名前だろ。いい名前って言えよ。よくねえから。姉ちゃん、お前、あれだけ来ちゃいけねえって。姉ちゃんを助けに来たんだ。いけないよ、私は。なんでだ、もしかして村のためか？あんな奴らほっとけ。自分らが助かるために姉ちゃんを差し出してよ。違うよ、私は自分から来たんだ。化け物なんぞにみんなを食わせたくなくてね。お前だってそうさ。俺は姉ちゃんに死んでほしくねえ。いいからお逃げ。まあ待ちなって、お姉さん、オイラたちがその化け物をやっつけてやるよ。そうすりゃまるっと解決だ。あんたは？それにやっつけるってどうやって？人を食うならどっかに口とか腹とかあるはずさ。そこをぶったげるんだよ。ほら、兄貴も任せろって。
ちげえよ、あいつが来たんだ。なんだこりゃ、今すぐ逃げと。バカ、そんな大声出してると。百鬼丸の視界は一面炎に覆い尽くされていた。周囲に満ちる雲もまたあやかしの一部だった。炎の壁に包まれた百鬼丸は何も見えないという状態を初めて知ったのだ。ムカデだ。とんでもねえデカさだ。兄貴、来るぞ。ここが猿の家か？そうだ、俺は一人で住んでる。一人？姉ちゃんは俺らの姉ちゃんじゃねえ。俺はずっと一人で生きてきたんだ。父ちゃんと母ちゃんは俺らが小さい頃に病で死んじまった。でも平気だ、俺らには山があったから。人は綺麗だ。ここはオラの山じゃなくなったって言ってオラを追い出すんだ。オラに近寄んな。怪我してるんだろ、見せてごらん。が山に住んでるって子かい？うん。お猿みたいな顔やね。名前は？名前？自分の名前忘れちまったのかい？猿だ。俺は猿ってんだ。不思議だった。あの姉ちゃんを見てるだけで。腹減ってんのも寒いのも気になんねえ。俺に優しくしてくれたのは母ちゃんだけだ。だからもしかしてあの姉ちゃんはいつかどこかで俺の母ちゃんだった人かと思ったんだ。おっかちゃんか。猿、その泣いてる暇なんかねえよ。姉ちゃんの仇は俺が打たねえと。そうだろう。ああ、オイラだって一度受けた仕事は最後まできっちりやるつもりだ。一緒にあいつをやっつけんぞ。あ、ただな、理由は分かんねえけど、あの雲の中じゃ兄貴は満足に動けねえ。オイラたちだけであいつを何とかしなきゃ。ん？あの雲、前よりでっかくなってねえか？
なんだこれ。こら、やつの皮だ。まじいぞ、ムカデってのは脱皮すっと大きくなんだ。大きくって、あれよりもかい。なんでだよ、嫁をもらったらおとなしく帰るんだろ。昼間のことであいつも怒ってんのかもしんねえ。どうするよ。あいつの弱点は日光だ。雲からお天道様の下に引きずり出せば倒せるはずだ。それならオラにいい考えがあんぞ。やんぞ猿、ムカデ退治だ。ああ、姉ちゃんの弔い合戦だ。でも燃えないのかよ。ああ、でも問題ねえ。今炎の壁で視界を塞がれた百鬼丸は矢の当たる音であやかしの位置を確かめていたのだ。まじいぞ。そうか、音だ。どうする気だ。兄貴、
いつを呼んでんのか。そうだ、猿だ、姉ちゃん、生きててよかった。兄貴、もしかして兄貴の鼻が戻った。報酬だ。あ、ありがとよ。なんだよこの石。この辺りによく落ちてんだ。オイラが欲しいのはこんな石じゃなくて砂金だって。あの金ピカの石。あれはあれだけど同じようなもんだろ。そんなあんたたちのおかげで死なずに済んだよ。ドロロ、ありがとう、ドロロさん。あんたらこれからどうすんの。村で一緒に暮らそうかって。私も一人だから。よかったな、サル。そうだ、名前新しく考えないと。サルでいいよ。ダメ、名前は大事なんだから。なんだか本当の姉ちゃんみてえだな。まあいっか。ドロロ。兄貴、これはな、匂いってんだよ。ん？今オイラのことドロロって。初めてだ、名前呼ばれたの。よく飽きねえな、朝からずっと匂い嗅ぎまくってさ。いい加減にしろよ。ててあれ、おかしいな。無惨鳥の巻。なんだい？ドロロ。ドロロ、体熱い。病か。
あいにく俺は百姓だ。薬もねえし、どうすりゃいいか分かんねえ。すまねえな。おっかちゃん、どうかしましたか？大丈夫、まだ眠っていなさい。ここは寺です。お連れの方が運んでくれたのですよ。兄貴、兄貴、いけません。兄貴、また置いてかれちまう。安心なさい、水を汲みに行ってもらっているだけです。誰もあなたを置いて行ったりしません。まんじゅうしゃぎは好きじゃねえ。お父ちゃんとおっかちゃん思い出しちまう。そんなにひどい親御さんだったのですか？そうじゃねえ、そうじゃねえ。お父ちゃんもおっかちゃんも強いし優しいし、あったけんだ。お父ちゃん、次はオイラも連れてってや。おっかちゃんがいいって言ったらだ。あの侍ども、いいざまだったぜ。ねえ、お頭、どいつもこいつも青びょうたんみてえな面して震えてやがったな。今の俺たちならあの大軍だって負けやせんや。ちげえねえ。次はどこを狙いやしょうか。そうだな、あれ、おっかちゃんのところに行ってろ。おいら聞いてたいのに。ドロロ、後で遊んでやっから。うん、おっかちゃん、おいらもお父ちゃんと行きたい。ダメだって言ってるだろ。おいらだって悪いやつくらいやっつけられる。もう少し大きくなってからだよ。行きたいったら行きたい、行きたい行きたい。言うこと聞かないとまた木に吊るすよ。どうした、ほっぺた膨らましてルイスの真似か。あんなに膨らむかい。何してんだ。石投げ。オイラは刀使えねえから、こいつで悪いやつをやっつけてやんだ。そいつはいい心がけだぞ。だがな、ドロロ、これからの世の中は力だけじゃ生き残れねえ。え？大変だー！侍どもが攻めてきたぞ！ドロロ、そっちに隠れてろ。なっ！おかしら！仕返しに来やがったか！よくもやってくれたな、この悪党ども！俺たちが狙うのはお前ら侍だけだ。そこらの悪党と一緒にすんじゃねえ。抜かせ。おっかちゃん、心配ないよ。
お父ちゃんはお父ちゃんだ。こっからどうしやす。すぐに仲間を集めて立て直す。ここで逃げちまったら死んだ奴らに合わす顔がねえ。おじや、しばらく転々とすることになるぞ。そうだね。この時代、各地に野伏と呼ばれる野党集団が存在し、その蛮行は力なき人々を恐れさせた。主を失った侍たちが徒党を組む。貧しき者たちが生きるために身をやつすなど、そこに至る理由は様々。その中にあり、農民たちが集い、かつ侍のみを襲っていた火袋たちは極めて特殊であったと言えよう。ねえ、お父ちゃん。ん？お父ちゃんたちはどうして侍をやっつけてるの？そうやって奴らに教えてやってんのよ。俺たちも生きてる人間なんだってな。生きてる？侍はそんなこともわかんないの？いや、奴らも十分思い知ったんじゃないですかね。どういう意味だ？見てくださいよ。随分と腕のいい子分たちが集まった。お頭もそろそろ先を見たらどうなんで。うまく領主に取り入りさえすりゃ、いいご身分が手に入りやすぜ。イタチ、あんた、あたしらが受けた仕打ちを忘れたのかい？領主たちが勝手に始めた戦のせいで、親も兄弟も虫みたいに殺されて、みんなで作った村も焼かれちまったんじゃないか。俺は忘れちまいましたね。過ぎたことにいつまでもこだわってちゃいけねえ。むしろこれからは侍どもと手を組んで出世しなきゃ。この恥知らずが、俺は間違っちゃいねえと思うやつがね。もう一度言ってみろ。その口にこいつをぶち込んでやる。わかりやしたよ。柳本の奴ら、大吾との戦で疲れ切ってる。やるなら今ですぜ。お頭、すぐにこの辺り一帯も全部戦場になっちまう。もう侍の時代なんだ。これからの世の中、あんたみたいに融通が効かねえんじゃ食っていけねえんだよ。残った子分は俺がいただいてくぜ。この卑怯者が八つ先にしてやる。あんた、その足じゃ立つのもやっとだろう。残念だったな、八つ咲きにできなくて。火袋の火が消えてズタ袋になっちまったな。あんた、ひたち、探す。おっかちゃん、地獄ってこんなとこかい？さあ、でもここよりはマシかもしれないよ。
マンジュシャゲってどうして血みたいな色をしてるんだろう。戦で死んだ奴らの血を吸ったのかもしれねえな。いい加減なこと言って怖がらせないでくれ。やめてくれ。この村は俺たちが何年も何年もかけてようやくここまでになったんだ。黙れ。我が軍が攻め入る経路にはいかなる障害もあってはならん。これは領主様の命令ぞ。そんな、じゃあ俺たちはこれからどうやって生きていけばいいんだ。離さんか。さっさと焼け。ひでえよこんなの。領主も侍も戦を名目にすりゃ何をしてもいいと思ってるんだ。でも、あんたはもうやめとくれ。行くぞ。そこのお前止まれ。その大長巻、忘れようにも忘れられん。野党に屋敷を襲われ、仲間を全て殺された。自分だけが生き残ったのは何の因果かわからぬままだった。それが今わかった。決めろ。貴様、お母ちゃん、オイラお腹すいたよ。いつか戦は終わる。そうすればお腹いっぱい食べられる。それまで絶対に負けちゃダメだよ、ドロロ。お前さん方、余計なお世話かもしれんが、今先を登ったお寺でお侍さんが施しをしてくださっとる。行ってみるといい。イタチ。こいつは驚いたな。あんた何してんだい。いやね、うまく漁師さんに取り入ったはいいが、今度は戦場で手柄を立てにゃならんのさ。この辺りには野伏が多い。必要な人手を集めるにはこうするのが手っ取り早いのよ。それよりお頭はどうした。そうかい、久しぶりだな、ドロロ。元気そうじゃあねえか。ん、やめな、ドロロ。でもオイラ、おっかちゃんの言うことが聞けないのかい。分かったよ。そろそろ終わりだ。全員分はねえからな。待ってな、ドロロ。私にもちょうだい。お前ワン持ってねえじゃねえか。こっちが用意した分はもうなくなっちまったんだ。悪いな。構わないよ、ここに。いや、でも
言う通りにしてやれ。おっかちゃん、大丈夫？ああ、さ、慌てて食べるんじゃないよ。おいしいよ。おっかちゃんは？いいから全部お食べ。あんたのそんな姿は見たくなかったぜ。落ちぼれちまいやがって。うん。ドロロ。これからの世の中は力だけじゃ生き残れねえ。ここだよ、ここ。賢くねえやつは死ぬぞ。どのようなご関係かは存じませんが、年葉の床の女の子を連れての旅はさぞかし難儀でしょう。どうかあなた方の旅路に仏様のご慈悲がありますように。ガーゴン調整が。あの海女さんが言ってたけど、おいら三日闇にかかってたんだって。寺にいる間のことは全然覚えてねえや。兄貴、置いてかないでくれてありがとな。あ、そうだ。兄貴は見えねえだろうけど、着物も洗ってもらったんだ。ほれ、匂わねえだろ。ん？待てよ。ってことは、おいら、兄貴の前で服を。あ、兄貴、あの海女さん、おいらのこと、なんか言ってた？うん。言ってたのか？兄貴、おい、聞こえてんだろ？なんとか言え。おい、こら、兄貴。おい、兄貴、聞こえてんのか？黙ってないで、なんとか言えよ。おい、兄貴。かつて城勤めをしていた産婆から、両腕、両足のない赤子を川に流したと聞いた者がおります。さらに、三日ほど前、朝倉の密偵を追っていた組頭が何者かに襲われ深手を負いました。組頭によればその者の両腕は作り物であったと。
多宝丸の巻。もう二月以上も雨が降っておりません。これ以上続けば収穫にも差し響きましょう。殿、隣国の朝倉に不審な動きが。睨み合いが続く国境の町に密かに兵を集めているとの知らせが入っております。軍を起こされる前にこちらから動くべきかと。あのただならぬ様子、やはりあれこそ父上たちが隠されていることでは。陸奥、兵庫、やってもらいたいことがある。ただし家の者には知られるな。あの赤子だな。あやつが生きて貴様らに奪われた体を取り戻さんとしている。答えよ。やはり終わったか、兄貴。あっちゃー。でな、その商人のおっさんが言うには、その国はとにかく土地が豊かなんだって。このご時世にみんな白い飯を腹いっぱい食ってんだってや。な、すごいだろ。次はそこに決まりだな。がっぽり稼いでいいもんたらく食うんだ。タイのお菓子だ焼きに干しアワビにまんじゅうに。まんじゅう、やわっこくて甘くてとびっきりうまい食いもんだよ。ま、楽しみにしときなくて。ああ、そういや前から気になってたんだけど、そのお守りの模様、そりゃ家紋だよな。兄貴の家のか。薬を使いました。どのようなことでも答えるでしょう。父上から特別な命を申しつかっているな。何を命じられた。16年前に消えた赤子と三番を探せと。赤子だと。なぜ父上はその赤子を探す。それは答えよ。舌を噛み切ろうとしたようです。助からぬか。いえ、傷は浅くにとどまっております。薬で力が入らなかったのでしょう。
上、何をお考えですか。朝倉が不穏な動きを見せておる。それだけですか。父上、なぜ赤子などお探しになられているのです。それも10年以上も前の。母上が拝む首のない菩薩像、あれと関わりがあるのではありませんか。お答えください、父上。お前は知らずともよい。ですが。二度は言わぬ。なぜ生きていた。よくここが分かったな。幼少の頃は何かあるとこの場所へ。その度にこうして迎えに来た。いつだって。幼少の頃か。父上には今も私が幼子に見えるのだろう。だから戦にも出さぬし、隠し事もなさる。父上のあのような顔、初めて見たわ。赤子の剣とはそれほどの大事か。なんだ。お願いしました。どうかご慈悲を。オラたちを見捨ててください。えい、貴様ら離さぬか。手をどけねば。何事だ。多宝丸様。いえ、屋敷へ戻ろうとこの村を通りかかった折、この者たちが突然。どうかオラたちをお助けください。このままじゃ村の者みんな化け物に食われちまいます。化け物だと。渦潮。湖面にさざ波が立ったと思ったら突然渦潮に変わりやして、それで渦に引き寄せられてくと、まるで人の口みたいなもんが待ち構えとるんです。そいつが船ごと人を飲み込んじまうんで。もう何人も村の者が犠牲になっております。渦潮に人の口か。確かに魑魅魍魎の類だな。よかろう、私がその化け物を退治してくれる。多宝丸様、この者たちの話を信じるおつもりですか。余心は誠であったとしても化け物退治など。この者たちの言葉に嘘はない。民が苦しんでいるのに放っておけと申すか。いえ、そのような。化け物に臆したのならお前たちだけ帰ればよい。多宝丸様、お前たちも怖ければ来なくてよいぞ。ご冗談でございましょう。若が行くなら地獄にだってついていく。どうした。それが炉が動かねんでさ。来る。出た。化け物だ。食われちまう。うろたえな。綱を引け。
どうした？そこでじっとしていてはこちらを食うことはかなわんぞ。カニだ、バケモンガニだ。なんと醜悪な姿よ。今すぐ叩き切ってくれる。バカ。あと数度疲れていたら船が持ちませんでした。やはり戦場での戦いはこちらが不利かと。どうする、若。若、恐れながらあやつも獲物を口で喰らいまする。あらかじめ懐に火薬を忍ばせ、飲まれた際炸裂させるのです。外は固くとも内は脆い。必ずや化け物を殺せましょう。飲まれたものもろともな。化け物と心中か。俺たちがやる。死ぬと言ったのだぞ。死なない。俺たち兄弟は若を守るためにいる。死んだら若を守れない。だから死なない。若、見よ、この景色を。山は緑が濃く、泉は水にあふれ、水田は稲で満ちている。これが醍醐の土地だ。だが、私が生まれる前は違ったと聞く。水害によって稲は育たず、木の根を噛んで日々の飢えをしのぐほどだったと。それをここまで立て直したのは誰か。我が父醍醐景光だ。私はその息子多宝丸。化け物ごときこの手で必ずや打ち果たしてみせよう。お前たちがすべきは死ぬことではない。私を信じる。ただそれだけでよい。バカ。はっ。兵庫、私を担ぎ上げろ。早く。もっとだ、もっと高く。そうか。陸奥、皆を集めろ。これしか奴を撃つ手立てはない。たやすいことではないが、やってくれるな。
れたな、化け物め。水門を開け。湖の脇にはいくつもの小さな湖が点在しておる。その一つを水門でつなげ、別の水門から水を抜けばこの通り。姿を現しおったな、今度こそ切ってくれる。お前たちは下がっていろ。来い、陸奥、兵庫。恐ろしい化け物を一方的に。すげえ。多宝丸様、俺たちの敵を取ってくだせ。ちくしょう化け物め、とっととくたまっちまえ。これまでだな。今楽にしてやる。お前は？万門の巻城。何者だ、その腕は。おいおい、例の一つも言えねえのかよ。だいたい兄貴がいなけりゃそこの侍なんか今頃化け物の腹ん中だぜ。いずこのものかは知らぬが、助太刀心より感謝する。
いいってことや。これで村の者たちも安心して暮らせるだろう。ん？どうした？兄貴？悪いな。兄貴は目が見えない代わりに心の目で見るんだよ。目が？目もなく腕もなく、あれだけの立ち回りを。そこが兄貴のすげえところさ。あっちこっちを旅しながらバッサバッサ。ちんけなやつは相手にしねえよ。狙うはとびっきりの強者、バケモン、きちんと持って寸法さ。助けちん。毎度。ところでさ、ここらにえらく羽振りのいい国があるって聞いたんだけど、知ってるか？ならば我が大吾の国のことだろう。あと半日も下れば城下の町へ入れる。おー、ありがとな。行こうぜ兄貴。お前、名は？百鬼丸。百鬼丸。我が大吾の国だってさ、いいもん着てたし、この国の偉いやつかもな。おい兄貴、行くぜ。面目ない、我が俺は。いや、攻められるべきはあの化け物の力を侮った私だ。道場でならば遅れを取るとは微塵も思わぬ。だが本物の戦場に出れば。千なき見立てでございます。一介の流れ者とこの国を継がれる若とではそもそもお立場が違うのです。いい形でしょう。よかったら見てって。鬼の子生まれた真っ赤っか、山の獣に食わしょうか、海の魚に食わしょうか、包んで流してもう見えぬ。ありゃなんだ？こりゃ一日じゃ回りきれそうにないぜ。まずはなんか食おうぜ。兄貴、あっち芝居だってよ芝居。ああ、さても長きにわたり我が大吾の民を苦しめたはこの鬼神が仕業なり。大吾の主の名にかけてこの大吾影光いざ鬼神を退治てみせん。南無大悲観世音菩薩、慈悲の光もて大吾の民を救いたまえ、我が殿を守りたまえ。すげえんだなあのおっさん。おっさん？おっさんとは無礼な。あれはこの国を豊かにしてくださった漁師の影光様だぞ。そりゃまるで、兄貴みてえだな。ん？あっ、鬼神は打ち果たしたり、逆らう敵はあまねく滅び、幾久しく末永く、あ、大吾の国は守られたり。
あの子たちには気の毒したね。うん、坊さんもこの町の噂を聞いてきた口かい？まあね、このご時世にここだけ別天地じゃないか。どんなご加護があってのことかと思ってね。ここの領主が打ち果たした鬼神が祀られてるって話だ。ちょっくら見物してくるつもりさ。とうに死んだ化け物なんか何にもならねえや。オイラたちが用があるのは生きて暴れてる連中だ。そうかい。よっこらせと。あんた、人を殺めたね。せいぜい気をつけな。そいつは本当かい？まあ、けど確かにここじゃオイラたちの仕事はなさそうだな。もうちっと遊んだら次の町行って儲け話でも探すかな。兄貴って、兄貴？バンモンのたたりじゃねえのか。ん、それのせいでここいらに雨が降らねえってのかね。しっ、めったなこと言うもんじゃねえ。車で通った村もさっぱり降らねえってよ。万一このまま続いたりしたら今年の秋は。兄貴？ありえねえ。大悟様のご領地は観音様に守られてんだぞ。けどよ、万門のあれが始まって以来だぜ。朝倉の動きもきな臭いし。そのよ、万門ってのは一体何なんだい？何？目も見えず両腕もない男だと？はい、おそらくは片足までも作り物かと。化け物を倒しながら諸国を旅しているとか。助けてもらわねば死んでおりました。狙うのは常に強い鬼神どもだと豪語しておりましたが、実際に巨大な化け物を一刀両断に切り裂いて、名は百鬼丸と。もともとは朝倉の軍勢からこの国を守る砦だったのよ。激しい戦で板塀一枚残して焼け落ちちまったが、初めて大吾の兵が朝倉の軍勢を退けた。影光様のご意向もここから始まったんだ。たっけえ兵だな。大吾の奥方様の守り観音、そのご加護が宿ってるってさ。けどな、この頃は朝倉が盛り返してきてね、捕らえた大吾の兵や患者を打ちつけるのよ。観音様のご加護を汚そうってんだ。それに惹かれた化け物どもが夜な夜な集まり始めて、今はもう誰も近づかねえ。昔影光様に打ち倒された鬼神のたたりもあるんじゃねえかって。兄貴、なんか感じるかい？深海強い、かなり。おい、気をつけろよ。それ以上向こうへ行くとやられちまうぜ。なんだ、子供じゃねえかい。驚かしやがって。見なよ、朝倉の見張りだ。捕まったら最後万門に打ちつけられちまう。ここには何もないぜ。死体あさりならよそにしときな。違う、オイラたちバンモンの化け物を退治に来たんだ。化け物を？ここはもともとオイラたちの村だったんだ。そこにいきなりあのバンモンが建てられて。あっちにオイラの家があるんだ。離せ、離せよ。あっち側はもう朝倉の陣地になっちまったんだ。殺されちまうぞ。元
村を捨てて出て行った。けどオイラは諦めねえぞ。必ずいつか万門を越えてうちに帰るんだ。手伝う。ん？昼は確かに朝倉の兵が見張ってるけど、夜はどうなんだい？バカ言え、夜はもっとヤバいんだぞ。お前ら見たことねえだろ。とんでもねえ化け物があそこら一面に。大丈夫さ。え？うちの兄貴なら心配無用。本当なのか、化け物退治に来たって。本当はただ働きはしねえんだけどさ、飯ごちそうになったから負けといてやる。オイラはドロロ、そっちは百鬼丸の兄貴スケロクだ。坊やが本当に生きていた。お方様、殿がどうなさるおつもりですか。我が大吾の繁栄を阻む者は何人たりとも許しはせぬ。許されることなのでしょうか。何？頑ぜない子供の命を犠牲にして、いずれ報いが来ます。いえ、もしかしたらすでに。では奥はあの頃のまま大吾の国を地獄へ放っておけと申すのか。殿、殿が望まれているのは人々の幸せなのですか。諸国に打ち勝ち、大吾の名を天下に響かせるためにあの子の命を。天下のこと、女にはわかるん。大吾景光が一時ほど前、わずかな兵のみで出かけたようで、夜遊びには物々しく、さりとて大ごとにしたくないというような。みな、朝倉の見張りも引き上げた。そろそろだぜ。なあスケロク、お前の母ちゃんってどんな？ポチャッとして色が白くて村一番のべっぴんだ。ぼた餅作るのも村一番うめえんだぞ。そっか、おっかあと会えたらお前らにもごちそうしてやっかんな。ほんとかい？やったぜ。来た。あれがバンモンの化け物だ。増えたぜ。集まってきたんだ。待って、一人じゃ。
行け。すまね、兄貴。子供連れの旅の男ね、うん、年の頃は私と同じか少し上だが、さてちょっとお代若、これでおそらくまだこの辺りに逗留していると思うが、ですがあの流れ物を見つけたとしてどうなさるおつもりです。お前たちの報告に父上はひどく驚かれたと言ったな。思い当たる節があるのだ父上には。おそらくそれは父上と母上の隠されているもの。16年前に消えた赤子の行方、私の知らない何かの答えをあの男が持っているのだとしたら、鬼の子生まれた真っ赤か、山の獣に食わしょうか、おい、そこの女若、そのものはお鬼の子じゃ。鬼の子がまた大吾を滅ぼしに戻ってきた。スケロク、スケロク、どこ行っちまったんだよ。おい貴様、そこで何をしている。スケロク、鬼の子とは一体何だ。大吾を滅ぼすとはどういう意味だ。答えろ若、そのようなもののたわごとは。鬼のたたりじゃ。鬼が赤子を食ろうたんじゃ。手も足も鼻も口も肌も全部全部全部大吾の国にたたりを返しに帰ってきたんじゃ。こいつはまずいね。